鹿児島わが町自慢ゴールデン第5弾やりました。なんと鹿児島わが町自慢のシールができました。でこれはもう出会った方々皆さんにですねどん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 渡していって鹿児島全土このわが町自慢で埋め尽くしましょう。わかりました、はい、わかりました。素直にわかりましたって言われましたけど結構大変ですよ。 KTS お昼の情報番組カゴニューでもおなじみの鹿児島わが町自慢、そのルールは街頭インタビューした人の地元を訪ねその町の人が自慢するものを取材するというもの。果たして今回はどんな自慢に出会うのでしょうか。ご出身はどちらですか。福式の福式ので生まれました。で生まれました、はい、でちょっと今回我々わが町自慢という企画で来てますので、はいはい、その一木久式の市の自慢をちょっと一つ聞かせてください。一木久式の市の自慢、はい、ランラン中華料理屋さん。そこでよく食べるのは食べるのはレバニラ炒め。レバニラ炒め、うん、ちょっとレバーがこう小刻みにこうなんていうんだろうな、はい、ちょっと食べやすくなってて野菜もちょっとボリューム結構ボリュームがあって。じゃあレバニラをちょっと我々、はいはい、食べてご紹介したいと思いますので、はい、お願いします、はい、すいませんすいませんすいません、足を止めてしまって、ごめんなさい、ご心配です、すいません、なんかもう久式野にやってまいりました。で、南さんが、自慢だよって言ってたそのレバニラのお店がこちらですね、ランランさん。すいません失礼します、はい、おはようございます。 KTS のゲソ太郎と申しますけども、わが町自慢という企画がございまして、聞こえてましたこの距離だから聞こえてないですか。あ、本当ですか。あ、大丈夫です。で今からちょっと作ってくれるそうなんで、はい、すいません、はいはい、よろしくお願いします、はいはい、すいません、気をつけます。 ありがとうございます、ごめんなさい、開店前にお忙しいのに、大丈夫です、はい、いやもうレバニラ目の前に来ましたボリュームすごいですね。そうですね、マスターも作るたびについどうしても大盛りになってしまいますね。いやすごいですよね、はい、でも、はい、もう見た目もすごいし、もう香りもすごくいい香りがしておりますよね。そうですね。南さんもおっしゃってましたけど、やっぱりレバーを細かく切ってらっしゃいますね。そうですね。はあ、じゃあお野菜と一緒にいただきます、はい、うまっ。レバーを細かくしてるから、はい、ちゃんと味が染み込んでますね。でレバーの食感はしっかりとあって臭さが全くないですね。あ、そうですね、美味しい、うん、味はしっかりしてるんですけど、やはりお野菜がたくさん入ってるから軽いんですよ ね。 あ、そうですね、食べた感じ、そしてご飯に間違いなく合う味、これはいいですね。で今回ですね、はい、我々、はい、わが町自慢という企画で来ておりまして、はい、菊屋さんとか高速に行くところの途中の左側にあるんですけどね、はい、それこそ冠だけとかいろいろありますよね。あ、そういった名前がついたのがあるんですか。お菓子がですね、はいはい、あ、そうなんですね、はい、さあ地元のなんかそういった名前がついてるお菓子があるってことですか。はい、そうですね、はい、そこ行ってみましょうか。はい、わかりました。じゃあちょっと菊屋さんに僕ら行ってみますので、はい、はい、ありがとうございます。そこだね。これじゃあちょっと聞いてきますんで、ちょっと待っててもらっていいですか。KTS 鹿児島テレビのゲソ太郎と申しますけども、OK です。大丈夫です。すごく美味しそうなお菓子がたくさんありましたね。はい、失礼します。
すいません、突然お邪魔しまして。こんにちは、よろしくお願いします。あの菊屋さんのそのお菓子がすごく美味しいから、ちょっと行かれてみてはというお話で、はい、お邪魔させていただきました。すいません、じゃあちょっとよろしくお願いします。あのなんか冠だけを、はい、あのイメージしたお菓子があるっていうふうに聞いたんですけども、はいはい、それが漢方というお菓子になるんですけど、ボンタン漬けを練り込んだお餅を薄い最中でサンドしたお菓子になります。あら、上品な味わいですね。もなかの皮の中からですね、お餅のもちもちとした感じがあるんですけど、その食感があった後にボンタン漬けの香りですね、爽やかな香りが一瞬ふって鼻から抜けていくんですよ。あ、で食感もなんか2段3段とあるので、なんかちょっと楽しいですね、食べるのが。 ありがとうございます。でやっぱり人気ありますね、いちごロールバーですね、うん、この時期だけの限定なので。限定なんですか、ですね、今の時期、はい、です。ちょっといいですか、一口でって。いけますか。大きいかも。あのロールケーキの生地がふんわりしてて、で生クリームが滑らか、そしていちごの酸味がものすごく美味しい。これはね、ちょっと早めに食べていただきたい。いや美味しいわ。今回ですね、わが町自慢という企画でお邪魔してるんです、はい、で山下さんが何かこの自慢するところをちょっと一つ。パッと思いつかない。思いつかないですもんね。ちょっと聞いてきていいですか。全然いいですよ、はい、失礼します。はい、何だろう。何でもいいですよ。山下さんが帰ってくるまでに一本なくなってたらびっくりするかな。今だって俺が食べた一…あ、ごめんなさい、すいません。飛び入りで、はい、食べたいちごのすぐ横にやっぱいちごがこうやってあるんだよ。やっぱいちごが入ってますね、たくさんね。ずらっと。そうですね。おいしい。あ、毎回食べたんですか。今もうずっと食べてます、はい、いや美味しくて。あ、よかったです、はい、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、仕事を忘れておりました。ウォッチってご存知ですか。おつまみ系のかまぼこみたいな、はい、突き上げかまぼこがあって。ウォッチです。魚にちっちゃなつでちって書いてウォッチです、はい、へえ。それどこにあるんですか。道路を挟んでいただいて、はい、もう見えてるんですけど、かまぼこ屋さんに置いてあります、はい、たまに食べたりもするんですか。そのはい、ウォッチを、うん、美味しいですよ。じゃあちょっと僕らそのウォッチ行ってみますんで。ぜひぜひ、はいはい、その間にロールケーキを完食してから。あ、はい、すいません。ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で菊屋さんがここにあって、あそこの赤い屋根のとこでしょ。つけ上げって書いてるもんね。許可を取ってくるんで少々お待ちください。こんにちは、恐れ入ります。 KTS のゲソ太郎と申しますけども、我が町自慢という企画で、ちょっとアルコール消毒をしてからです。よいしょ、失礼します。こんにちは。どうも、いらっしゃいませ。すいません、お忙しいのに。あ、いえいえ、ありがとうございます。どうも。あのこちらのウォッチ、はい、これがもう自慢です、美味しいんですって。あ、そうですか、はいはい、おっしゃってたので、チーズが入ったのと、それからチーズの入ってないやつと2種類ですね。あ、パッケージも面白いんですけども、切ってもまた面白いですね。そうですね、白くなってるのこれは、これチーズです。はあ。うん、うん、うまっ。あ、チーズの香りがちゃんとする、味がしますね、しっかりと。ニンニクの香りとピリッと、胡椒ですかこれ。そうですね。
あら、おいしい。ちくわみたいな食感のところが出てきたりするんですよ。そこがね、この特徴なんですよ。あの柔らかい魚肉の部分と、魚肉でもあのちょっと固めのね、きちっと締まったような、はい、かまぼこのギチギチっとした感じとをあの合わせて作ってみたっていうのがこの商品の一番の特徴です。あのワインにも合いますね、チーズの方は。あ、そうですか。すごいな。何のお魚を使ってるかって聞いてもいいですか。基本はもう普通のかまぼこと一緒のタラ系統ですね。はい、だからスケソウダラがベースですね、はいはい。うちの息子なんかもね、はい、で従業員の皆さんもね、はい、一緒になってこう味付けなんかも考えたから、うん、あのまあ、いいじゃないの、美味しいの変わってるかなということでね、まあ、やってみたっていうのが最初のスタートですね。食べた時の感動って覚えてます？なんか初めて。覚えてない。覚えてないのか。覚えてないのか。で、今回我々あの我が町自慢という企画で来ておりまして、このシールをちょっと、はい、作ったので、よかったらあのなんかお店に貼るなり、会長の自宅でもいいですけども、そうですか、できればもうお店に貼っていただきたいんですが、ですか、すいません、ありがとうございました。いや、どうもありがとうございました。お疲れ様です。可愛らしいワンちゃんですね。いえいえ、いつもテレビを見てます。ありがとうございます。もうコロナで握手ができないのが残念ですけど、でも今日我々ですね、あの我が町自慢という企画で、地元の人が自慢する場所とか、はい、そのお店だったりとかに行ってるんですけども、ジャマイカって、ジャマイカ、はい、昔ながら の, あのコーヒー屋さんがあるんですよ、はい、家で飲むあのコーヒーをですね、うんうん、またブレンドしてもらって、はい、ああそうなんですね。ですよ、そこら中はすごいいい香りがします。あのリカちゃんのお散歩してた永井さんがおっしゃってたジャマイカがそこですね。そこ、あ、すごいなんかおしゃれな感じですよ。恐れ入ります、こんにちは、 KTS 鹿児島テレビのゲソ太郎と申します。失礼します、こんにちは。ごめんなさい、突然お邪魔しまして。ものすごく目の前に美味しそうなケーキと、また香りのいいコーヒーをご用意していただきましたけども、このコーヒーはどんなコーヒーになるんですか。これブレンドコーヒーですね。ブレンドコーヒー、はい、あー、もうあの口元に持ってきた時の香りがすごくいいですね。あ、そうです。いただきます。あ、美味しい。酸味と苦味がバランスがいいですね。すごく結構その口の中をすっきりとさせてくれるこのコーヒーの味わいですね。あ、そうですね、甘みがあってですね、うん、いいですね。そうですね。これはどこの豆を使ってらっしゃるんですか。コロンビア、ブラジル、はい、モカも入ってますし、うん、まあ、ちょこっとマンデリンとかそういうの味付けにっていう感じですね。入れてるところちょっと見させていただきましたけど、かなり丁寧にドリップされてたじゃないですか。そうですね、まあ緊張する瞬間ですもんね。やっぱりちょっと違うんですか、毎日入れてても。まあコーヒーはちょっと変化しますんでね、鮮度のいいコーヒーを常に出しながら甘みを追求していくという、そういうポリシーみたいなのがあって。コーヒーはやっぱりあの甘みが結構大事になってくるんですか。そうですね、甘みを引き出すっていうのが非常に難しいんですよね。だからあの浅くいったら酸味が出ますし、はい、その酸味の中に甘みがどうしてもないと、酸味だけではコーヒーはなかなか気に入っていただけない。そこにちょこっとした甘みを残す、酸味の甘い、あるいは苦味の中にチョコレートみたいな感じの甘みのあるコーヒー、うん、それやっぱ追求している。へー、コーヒーとセットで今だお出しいただいて、はい、このケーキは、はい、ケーキは作ってます。マスターが作ってる。はいはい、そうです。これはショコラレアチーズケーキです。おしゃれなの作ってますね。またうわー、美味しそう。
美味しいですね。ものすごく滑らか、口どけがすごくいいですね。はあ、あのショコラとこのチーズの香りがすごく合いますね。いやすごいな。今日どちらから来られたんですか？仙台の方から。自分がカフェ好きで、今日もちょうど2人休みだったんで、どっか行こうってカフェに行こうっていう話になって調べたら、このジャマイカさん。いかがでした？美味しかったです。いかがですかマスター、お客さんの声を聞いて。もう一番嬉しいですよね。あの番組のシールというかステッカーがありますので、はい、よかったらこれを、はい、あのお店の内観を邪魔しないところに貼っていただければ。あ、そうですか、わ、はい、かりました、はい、いや非常に美味しかったです、ありがとうございます。